こんばんは、ふさおでございます。さあ本日も引き続き三軒ランドやっていきたいと思います。よということで、前回ですね、一つの島を制圧してということはリベンジに来るというのは分かっておるんですが、コメ欄でね教えていただきました。またありがとうございました。自然に湧いて何もしなくてもレイドで攻めてくる敵たちはどうやら3日おきぐらいのスパンで来るっぽいですね。前回私いつ来たっけな、襲撃33の日に来ましたっけ。今日付的には35なので、どうなんだろう。まあでもとりあえず昨日このアイアンスカル基地だったかな、ここを攻めたので、今日多分リベンジってすぐ来たような気がするんですよね。来ると思うんです。時刻は今朝の5時50分ということで、今日あたり来るんじゃないかな、このアイアンスカル基地からということで、今日もですね引き続き探索をしたいんですが、一旦多分奴らが攻めてくると思うんで、昨日ねあのボッコボコにやられたんで防具の耐久がもうなくなっちゃってるんですよ。で防具ってどうやって修理する、修理工房みたいなやつありましたっけ。建築するで高度な洗浄機、改良グリル、コンロ、弾薬工房、金床、かまど、防具工房、使用する、作るやつですもんね。修理ってどこで修理するんだこれ。お、ここは作る系、やばい、ローライズショーツも修理しないとちょっと待ってよ、これをどうやって修理すればいいんですかね。修理方法知ってる人います？ん？ちょっと待てよ。研究テーブルで、いや、リサイクルテーブルかな。使わないアイテムを中にドラッグして分解しだもんで、これ違うよね。あ、なんか新しいの増えてるわ。新しいの増えてる。これはなかったっすよね。これアップデート増えたんかな。機器の修理に使用できます。修理ステーション、これかな。スクラップとコンポーネント、新しく増えてますね。スクラップと、コンポーネント、これで覚えれると。まあ、ちょっとね、まずはレベル1。はい、覚えました。で、これを建築で作るのは、これでこうして、どこだ？どこで作る？あ、これだ！修理ステーション、スクラップメタルが必要って書いてありますね。スクラップメタルで、これで、建築か。さっきどこでした？どこだった？でもなんかもうさ、アップデートのたびにさ、なんかペイントとかがいろいろ増えてるし、ああ、ここで使うんだ、化学物質、ペイント。はあ。はあ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 、いろいろ増えてますね、やっぱり。あ、違う、これ建築の方だ。で、これか。よし。修理ステーション。あ、ちっちゃいですね、意外に、修理ステーション。上上がって、あんまり上、家具置きたくないっちゃ置きたくないんですけど、置く場所がないから、とりあえず設置してみましょう。はい、来ました。修理、これか、修理する。ん、なんだ？なんか。は？あ、わあ、ヘルメット修理された。これで、ああ、うん、どれだ。あ、いやいやいや、ちょっとね、ローライズパンツとかアンイアン、これ無料ってこと？無料で修理できる、これ。え、サンダルも修理終わったな。フォレストコンバットベストが修理されてないけど、なんでだ。これ連打すればいいの。あ、直った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 。コルセット C も直った。ああ、そういうことね。あ、オッケー、とりあえずこれ無料らしいです。で、装着したままでも修理できるっぽいですね。コルセット C も修理できましたもんね。よし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 。で、まあ、防具、これ1個レベル上げた方がいいかな。私ね、警察署で、これ、ほら、壊れた警察ベスト、これ拾ったんですよ。壊れた警察ベスト拾って、バレスティックファイバーも気づけば17枚も溜まってますから、これワンチャンベスト作れるんじゃないか説ないですか。これじゃない、こっちだ。ポリスベース、あ、作れるポリスベース、鎧30、これめっちゃ強いんちゃうの。フォレストコンバットプラス25なんで5上がりますね。これで布が10あったらいけると。布、よし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 、ポリスベース、ちょっと待って、ポリスベース、オッケーできた。これを装着。おお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 おアメフト選手みたいになったわいいですね。これで耐久値上がったんちゃうんすか。よしよしよし。で、今持ってるのが、バイクヘルメットとかは取れてないよね。これ結局ぶっ壊れた原型がないと作れないっていうことです。あー、でもこれ鎧値プラス3だ。コルセットプラス1だけど、このシャツタクティカルフォレストがプラス3。いや、これ背に腹は変えられないかな。
あーいやーどうする、背に腹は変えられないこれ。そして次はアイアンが焼けてるので、私ねもう一個覚えてないやつがこの銃工房なんですね。これを覚えて鉄の鎧とかも覚えたいんだけどな。まあインゴットあるっちゃあるから、こう鎧値プラス18、あでもこれはいらないですね。あ違う、あのね銃工房は今覚えたんですけど、私そういえば足のニーパッドみたいな鎧をそういえば覚えた気が、これ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 、コンバットニーパッド、ニーパッドってこれどこに使うんだろう、ここにつく、いや鎧はこっちか、上のランかな。このローライズショーツを脱いじゃうと恥ずかしい感じになっちゃいますよね。これどこにつけるんだろう、コンバットクラフト、あーこれインゴとか足りませんね。これもちょっと一回作ってみたいんですけど、とりあえず今銃工房を覚えたので、これ銃工房、いや鉄のインゴと1/4、これ間に合うかな、敵攻めてきそうですね、ここ走行してる間に。なんとか鉄のインゴとか間に合えば銃工房を作って設置したいと思います。あれこれアイアン焼ける速度上がりました、あっという間にこれアイアン焼けるな、これいけるぞ。ちょっと待って、今アイアンが、手に入ったので、5本、いや結構ねすごいスピードが上がったと思うんです。重工房、あとはスクラップとコンポーネント、これいける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 、ナイス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 、なんか速度がめちゃくちゃ上がった気がする。オッケー、重工房作れますね。よし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 、作ろう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 、やつらが攻めてくる前に作ろう、いろいろちょっとそれ重要じゃないですかちょっとここは窓あるんで、この辺に、設置させてもらって、あんまめり込ませるとなんか破壊されそうで怖いね。はい、オッケー、できました。銃工房でございます、こちら。はい、じゃあ中身はダブルバレルショットガン、おお、ダブルバレルショットガン PM ダメージ35、GP20、 おお、グロックみたいですね。ポンプショットガン、めっちゃ銃増えてるじゃないですか。何これ、サブマシンガン SMG、 おお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 、ステン SMG、 おお、ハンティングライフル、DEG、デザートイーグル45口径ってことかなこれ、フレイボルトアクション AK M14 M16、 おお、めっちゃ作れるようになってる。ちょっと待って、私何のパーツ持ってんだろう、やばいやばいやばい、なんか攻めてきそうですよね、こう走行してると。一応パーツ系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 、これは違うね。こう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 、持ってるパーツは以上かな。整理する、ちょっと待てよ、これで何が作れると、私何を持ってるんだ。今現状持ってるパーツリストでいくと、ダブルバレルショットガンのことかな、ダブバレと、あと PM っていうピストル。私そもそもこの手作りのリボルバーがダメージ50なんですよね、ダメージ50で50以上、 GP20 ってハンドガン、あーショットガン、いや別にそ強いわけじゃないんだ、ダメージダブルバレルっていうか今のリボルバーダメージ50って結構強くない。デザートイーグルでプラス60、あボルワーク、古いボルトアクション、あこれいいね、ボルワーク1/3、これロングが欲しいところだったんですけど、ハンティングライフル、どうする、これ順番に作っていく、いやでもやっぱ上位から作っていくべき、これ結局弾問題が出てくるのかな、そうすると。あーちょっと待てよ、弾だから通常弾、現代の弾の、いやライフル弾36発あるわ、あピストル弾も、結構ある、120の140発あるから、ピストル弾、ショットガンもありますね、ショットガンも29発あるから、あこれ結構作れるかも。今アイアンインゴット次第だと思うんですけど、ボルワーク作りたいね、古いボルトアクション、ハンティングライフルで試したいところももちろんあるんですけど、これダメージ70で、しかも私壊れたあの本体持ってるじゃないですか、これ作れるから。あ木か、木材確かギリあったかな、9分の15、いや遠距離から撃ってくるやつを倒したいじゃないですか、やっぱり木材、うわー出た、こういう時に限って木材不足でしょ、やーば、あーなんで木材ないの、いやもう来たし、ちょっと待って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 、そうこう言ってたら来たわね、えごめんみんな、もう来ちゃった、もうあいつ銃作る前にやっとこうぜみたいな雰囲気出してる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 、とりあえずアイテムを置いてくっそもう来ちまったでとりあえずちょっと待って、とりあえずアイテム置かせてもらって、弾足りないかな、ちょっとこれ、よし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 、とりあえずこれはゆっくり倒していきましょう、来てる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 、当ててくるしね、しかもすげえ勢いで、よしよしよし、で今回は防具がちょっと進化してますから、ちょっとこの上登っているいるいる、さすがに危ない、ここから撃ってると、えいえい、もうなんか向こう連射武器持ってきてない、もうすでに大丈夫これ、向こうも連射武器、痛い
痛いけど、もうここでちょっと HP 注意してみながら、痛いな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 、やるしかないよね。リロードの時だけ隠れて、これここからもう減らすしかないもんね。よし、1人減らした。はい、2人減らした。いいね。3人減らした。4、まだ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 、リロード、頭なくなった、やばい、弾、ちょっと今なんか壊された、やべえ、もう壁壊された、やばい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 、ちょっと待って、ちょ、やばい、もう壁壊された、ちょっと待って、ピンチ、攻撃力が半端ない、ちょっと待って、黒色火薬作んなきゃいけない、火薬はどこで作るんだろう、火薬はどこで作るんだった、ねえ、弾薬工房みたいにいるんでしたっけ、ちょっと待って、弾の工房を作ってないけど、ちょっと待って、これしかないわ、スクラップメタルの2、スクラップ、弾がない、やばい、ちょっと待って、ボウガン、最悪ボウガンがあるから、あ、弾できた、20発、30発、結構できる、あ、結構できる、50発できた、やばい、壁壊された、あれ、なんか、ここにあった、なんか壊された、ねえ、ここになんか、ここにあった、なんか壊された、あれ、防具台壊された、嘘だろ、マジで言ってる、ちょっと待って、なんか、防具台じゃない、これ、ちょっと待って、1人やった、嘘だろ、防具台壊された、マジで。くっそ、いや、今ちょっと、やだ、ちょっと待って、視界がやばい、マジで、壊されとるやん、防具台、ちょっと待って、マジ？そういうことだね、ちょっと当たってる、これ、当たってない、痛い、出血、出血してない、遠すぎてこれ当たってないじゃん、これ、どう？当たった、ああ、やった、当たり半でやった、オッケー。よし、やったね、やったよしやば、これ多分防具台だな、ここにあったの防具台だ。ちょっと待って、言わんこっちゃない、どこ、あとはなんかチュンチュンいってんな、まだ、やば、ちょっと待って、壁、やっぱりあんま近づけすぎると良くない、おいなんかヘルメット被ってるやついる、よしこっちやって、あそこにもいるな、あっこ当たる、これ当たった、そこだ、ちょっと、そこ貫通した、あーやべ、自分で壊した、これひょっとして、あ、よしやった、オッケー、反撃レイド終わった、よーし、いやー、でもちょっと待って、防具台ぶっ壊された、これちょっとむき出しはやっぱ危なかったっすね、ダメだな、うわー、マジか、ちょっと待って、E ボタン押して、そうですか、あー、トゲトゲも結構壊されてるわ、あ、でも弾とバリスティック、やっぱちょっともう現代武器早々に回収していかない、回収点作んないと、こいつはやべえぜ、マジでこいつやべえぜ、ぶっ壊される、本当に、っていうかよく考えたら、あの前回の襲撃からあの壁修復してなかったわお茶目さんちょっと待って、絶対怒られそういや、だから壁の修復した方がいいって言ったじゃないですかみたいな感じで、すげえなんか怒られそうな雰囲気出てますけど、そんなだってさ、それ武器作んなくちゃいけないの方に夢中になってたじゃん、だからとりあえず今から頑張って修理します、忘れないうちに、ほらね、結局そういうことなんだよ、これ忘れちゃってっから、これ800分の575でも、結局壁を修理してようがしてなかろうが、上のあの修理台はほら壁が破壊されたわけじゃないもんだって、そういうことでしょ、でちゃんとちょっと修理します、一回、はい、修理終わりました意外に、あ、内側の床とかも耐久減ってる意外にだな、意外にみんな耐久減ってたぞ、これ、よし、これでリベンジレイドが来たので、前回が33に自然湧きレイドが来たということは、次来るの36、明日やないかいもう忙しすぎる、ちょっと待って、でもピストル弾とかショットガン、ジッポが手に入りましたね、バルスティックファイバーも手に入ったし、本体で欲しいね、っていうか今慌てまくっててレイド中にちょっとパニック症候群起きてましたけど、硫黄と私黒色火薬が作れないわ、いや、どこで黒色火薬って作るんだろうって話になってきて、私なんか、あ、ここで作るのか、焦ってるとダメだね、やっぱね、見つけきれないね、ここら辺ね、あ、ここで作るんだ、素材のところ、ありました、で、ただなんとか元々あった黒色火薬使って弾は一応補充はできたので、なんとかなったっちゃなんとかなったんですけど、やばいね、もう連射武器持ってくるわ、向こう。だから、ちょっと待ってね。さっき途中で壊れたボルワクを作れると思うんです、私。で、あとは、他にもね、作れるものがないから、ちょっとようやくゆっくり見よう。弾薬工房じゃないわ、防具工房だ。持ってかれたの。マジで防具工房持ってかれました、私、今。
これは衝撃だったぜマジで本当に。いや噂をすればなんとやらで突然来ますね。よしじゃあ次ちょっとよく見ていきましょう。で一番強い武器は今のところこの古いボルワーク、これがダメージ70のパーツを持っているので木材さえあれば、そっか木材がないのか。デザートイーグル作るぞ。壊れた DEG45 いけるもんね。あーでも連射がないのか。でも火力は60もあるから今のリボルバーがプラス50じゃないですか。でも45口径ってデザートイーグルって9ミリ使うイメージないんですけど、これは一応作れますね。ハンティングライフルはボルワーク作れば別にここを頑張って作る必要もないし、どっちにしろパーツがないですもんね。 SMG あるな。ストゥーン SMG サブマシンガン、こっちの方が若干火力が高いとプラス30に。これ作れるね。インゴットとダクトテープあるからこれ作ります。このストゥーン SMG ストゥーンとか言ってストゥーン SMG。 デザートイーグルも1回これ5分の5。あーインゴットか。どちらにしようかなか。あーそういうことか。今ねもう鉄がないんですよ。鉄鉱石がこれで今焼いた分これ取るじゃないですか。でもうこれで鉱石全部使い切って、うわあやべ鉱石これで合計で8か。鉱石8鉱石。どっち作る。ちょっと待って、ガムテープって何が必要でしたっけ。ちょっと待って、どうしよう。ハンティングライフルも、インゴットが7分の6だから木材と鉄がないとどっちにしろ、違うこっちだ、ボルワークね、古いボルワークも作れないし、インゴットがギリギリ足りる足りない。うわデザートイーグル作るか。でも火力が50でしょ。サブマシ使ってみたい、 SMG 使ってみたいからこっち作りますわ。スタン SMG 今回の選択は私こちらでございます。どうどう、きた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 、いきます皆さん。ちょっと画面が夕日に向かって SMG きたー。なんだこれちょっと撃ってみよう。お火力がいいのかわからないですけど連射力はありそうですね。左のなんかマガジンかな、マガジンがすごいなんか主張が激しいマガジンの主張が激しいんですけど、これで弾を持ってだよ、リロードして73、40発ずつね。いいじゃん。あ、結構いいんじゃんこれ。よーし、これで連射武器が手に入って、これで当たるかどうかが問題ですよね、そもそもね、私ね。っていうのがあるんですが、これでいい感じになってきたんじゃないですか、だんだん。これで、私も現代武器へと一歩進んで、明日の襲撃これでぶっ倒せるんじゃないですか。